京都のどこっすか。清水寺。金閣寺からの清水寺。どう京都。すごい。めっちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗、はい、お寺めっちゃ綺麗。どうっすか京都。楽しいっすね。楽しい、はい、何買ったんすか。おお、お金持ち。お金いっぱいね。今日は何すか。今日はね、ベトナムの卒園旅行。卒園、俺ら保育園。俺ら学校やん。学校先生って校長先生が社長がおって、その下に、まあ、河合くん、翔くんっていう先生がおって、まあ、俺も先生の教員、教員ということで。そうそうそう、とりあえず仕事が忙しくて旅行が取れんくて日帰りっていう形になっちゃったんだけど、でとりあえずベトナムもはぐれちゃって。さっきここは京都のどこっすか。清水寺。金閣寺からの清水寺。もう金閣寺行っちゃった。金閣寺の時には俺ら動画撮る気なかったんだけど、社長から電話かかってきて、動画のあれに撮っとるよねみたいな決定事項ね。とりあえずファミリーを送れ。ありがとうございます。よしよしよし。日本人だけで盛り上がっとるけど。とりあえず回ってくるじゃん。行きますか。合流して行きましょう。今日の現場は、じゃあ今日は、じゃあ今日は仕事を考えちゃうか、みんな。あ、そういうこと。そう、みんないつも仕事のことを考えそうから。もう見るな、見るな。センター狭いな。センターで組んであるしね。見るな。きついわ。見るな。地味な坂道がきついですね、ほんと。使う人。はい。何を？イカニラレッド。1個。俺も。じゃあ、3つ。イカニラレッド3つ。と、エビマヨ食う人。はい。エビマヨが6。エビマヨが6本。タコナギ3。で、ユーバチーズが5。ユーバチーズ5。うまい。何それ、説明したの。タコじゃない。あ、そうタコ。一口食べて、で、タナアシに一言。すげえ。むちゃくちゃ喧嘩おるやん。使えない使えない。チーズがすごい、うん、お前好きだろ。ってか俺らの昼飲み動画に撮るやん。まだ合流してないから。もうなんなら上行っとんじゃない。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ズンさん。ズンに、ズンが最後だから。ズンさん、どう京都。すごい。めっちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗、はい、お寺めっちゃ綺麗。まあでも、女だよね。じゃあ、違うね。違うね。あ、写真せーの。せーの。動画だけどね。あ、ノーバディさん。ノーバディさんはね、グエンです。あ、グエンさん。グエン、間違えました。すいません。どうすか京都。楽しいっすね。楽しい。はい。あれ、ご飯食わんの。ちょっと食べたいんだよ。ご飯みんなで食べる。いや、ちょっと食べるんだろ。ちょっと。お、トゥーさん。あ、はい。それ何ですか。揚げ餅か。揚げ餅か。あ、揚げ餅ですか。あ、いいですね。こういうのがいいの。お、ターン。わあ、かっこいい。欲しい。安いんじゃない？でも飛行機できないです。できないの？持って帰れないんだ。あ、木刀とかもダメなんですかね？どうなんですかね。昔言ってましたよね、僕ら。絶対買ってましたよね。買ってましたよね。空港持って帰れないんだ。でも木刀とか買ってましたよね、昔。買ってました、もう。絶対修学旅行で。ヌンチャクとか。めっちゃ買うじゃないですか。ゴクさん、ゴクさん、何買ったんすか。おー、お金持ち。お金いっぱいね。プレゼント。プレゼント。誰に。恋人。恋人。大丈夫、 YouTube。 いや、でも大丈夫大丈夫、日本語だから分からんだろう。最低、こいつ最低。サングラス売っとるぞ。カメラ。うわ、かっこいい。かっこいいよ、お前。あ、キュウリ、キュウリ。普通のやつあるですか。普通です。全部普通です。レモン漬けとかはないです。酸っぱくないですよ。うまい。めっちゃ使っとるだろ、それ。
そうですね、まあまあまあ、匂いでわかるですもんね。すごいね、これ。うまい。見て、2本買った。このキュウリマジでうまい。見て、足場見てる。足場休みの日でもやっぱり見る。ヒョウさん、足場ですか？足場です。解体しますか？解体。解体知りますね。あ、いいっすね、これ。今日、充実だよね。はい。すごくない？すごい。やっぱ観光が。毎日この状況？絶対そうっすよ。人多いんですか？危ないですよ。じゃあ、普通の平日これって危ない？金閣寺そんないなかったっすよね。お疲れ様です。ありがとうございました。長い間、いろいろお世話になりました。皆さんと一緒に働いてよかったですね。いや、ベトナムに行けても、皆さんとことを絶対忘れません。いいえ。最初から社長は本当にありがとうございました。じゃあ、皆さんもありがとうございます。はい。グエンさんは、はい、私、あと2年です。みんな、お願いします。今日、疲れた。でも、楽しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。棚橋について一言。棚橋、まあ、文句あるのは直接。動画撮ったんだけど、消えちゃったんだよね。東大寺の中。金閣でも消えたし。撮れてなかった。すみません。撮れてなかった。昔って一緒に歩いたのね。え、行ったんすか？行ったやん、みんなで。え、一人で行ったんすか？なんか言ってますよ。おばあちゃん。かわいいよ。はい、今回の旅行は京都編でしたね。まだ最後1週間、2週間。私、あと1週間半ぐらいしまだ仕事残ってるから、怪我だけしないように。え、なんで？俺おかしなこと言った。お前だ。怪我しないで。足場から落ちた最後だからね。ちょ落ちろって言ってないから。落ちたらダメだよって気をつけてねって。はい、じゃあこんな感じで今後とも抜いてどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。あと足場班もちょっとこれからみんなで入れていこうと思いますので、チャンネル登録といいねお願いします。ありがとうございます。せーの。